はい。大和ピュアラブです。緊急小口資金と総合支援資金を全く貸さない貸ししぶりを行っている県として名前を挙げられているのが香川県になります。そもそも、えー この、え、緊急小口資金や、総合支援資金というのは、香川県や、香川の社協のお金でも、何でもなくて、え、これはね、政府のお金。つまり税金なんですよ、これ、国民の。なので、香川県とかね、香川県の社協が、貸さないとかね、 貸ししぶりをするということ自体がこれおかしいんですよね。えー、なぜなら、えー、まあ、香川県の社協とか、香川県というのは、単なるこれ政府や国との窓口であって、あの、政府とかね、えー、国、えー、総理が、この生活福祉資金をね、できるだけ貸してくださいよとかね、 え、柔軟に貸してあげてくださいよっていうことを言ってるんですよ。うん。で、田村厚労大臣もね、あの、国会の中で何度もね、あの、生活困窮の方にどんどん貸してくださいっていうことを言ってますから。うん。で、えー、厚労省もね、えー、各社協にね、えー、ま、貸ししぶりとかそういうことはしないようにと、もう柔軟に貸してくださいっていうこの通達出してるわけなんですよ。 えー、それにもかかわらずね、この香川県が生活困窮されてる方に対してね、もう全く貸さないというような態度をとってるんですよね。うん。で、まあ生活困窮されてる方っていうのはね、もう明日も知れない生活なわけですよ。うん。だからもうこのままでは生きていけないと。 もう本当にそういう悲痛な声を上げられているわけですよね、えー。そういう方に対してね、香川県は、もうそんなのは知りませんよと、もう貸しませんよということを言ってるんですよ、うん。まあだからひどいですよね、これ。で、そのことを聞いたときにね、思い出されたのが、えー、手島とね、 三浦春馬さんのことなんですよ。えー、この三浦春馬さんが丸々されたね、原因として挙げられている一つの理由としてね、えー、香川県の手島で行われている、えー、子供たちの人身売買が深く関わってるんじゃないかということなんですよね。そのね、バックにはもちろん香川県がいるし、 その背後にイルミナティがいるわけですよね。うん、まあ、こういったその香川県というのが県ぐるみで人身売買をやってるんじゃないかっていうことなんですよね。うん、で、この香川県が選出している衆議院議員というのがデジタル庁のデジタル大臣の平井拓也大臣なんですよね。で、この平井大臣というのが えー、関わってるね。この計画というのが、イルミナティのムーンショット計画とも関係してるんじゃないかっていうことも言われてるんですよね。うん。まあ、このようにこの香川県というのがね、イルミナティととても深いつながりがあるということなんですよ。で、それをね、あのー、総合的に考えると、 もう食うや食わずの本当にね、生活困窮されてる方の貸し付けを断ると。まあどうなるかというと結局は人口削減ですよね、うん。まあつまり香川県はね、このイルミナティの人口削減というのを、まあ、堂々とやってるということなんだと思いましたね。うん。 まあ生活困窮されてね、本当にもう食うや食わずの方たちに対して貸さないっていうのはそうとしか取れないでしょうね、これ。うん。まあ本当にね、ひどい話ですよ。ええー、まあ大阪とかね、東京とか、まあ関東とかね。 うん、その首都圏とかは、そんなひどい話はあんま聞こえてこないですからね。うん。まあなかなか振り込まれないとかね。あの、振り込みの日数が遅いとかは、まあいろいろみんな言ってるけど、それをどん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 断ってるなんてね。そんな話は香川しか聞かないですからね。うん。なのでね、この、 香川が全く貸さないっていうことを聞いたときはね、ほんと驚きましたね。うん。まあ、あの、百歩譲ってね、香川県の金なんだったらわかりますよ。うん。わかるっていうか、まあまあ、そのね、理解はできるけど、うん。そもそもこのお金がね、国の金だし、うん。まあ、国民のこれ税金だから、うん。 それを香川県がこれ断る権限ないんですよね、うん。国はだって貸してくれって言ってるんだから。うん、ご視聴ありがとうございました。